全に押さないでください。コストに、完全に、接続切れがいない限りをやると思います。嵐と接続切れですね。いない限りは、そのまま進行しますんで。デフォで5番嵐っぽいと思うけど。多分3番さん、さっき嵐っぽかった気がするんですけど。どれ ?3 番、3番。気のせい。マジ？何 ?4 番、僕は嵐って言ってんの。3、さっき同じ村でした。あのムーブがわかんないのね、4番って。まあ、行こうや、はよ。了解です。では、始めましょうかね。その薬害なしね。薬害なしです。薬害なしです。では、始めます。楽しい村で行きましょう。以上です。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。はい、理由を持ってはっきりくっきりしっかりと、根拠を持って、とか言わないからね、僕ね。二縄で終わらしたいんでね。二縄で終わらしたいんで、占い師を受賞する方の片白含め精算に入れて、一周目から片白含む、まあ、占い師はやめとこうか。占い師はやめとこう。片白含む全1から釣り帳、選定して、片白を釣るかもしれない状況に置くことを、かとするかどうかを、4番さんからどうぞ。まあ、4番さんはこの意図がわからないんだろうけど、嵐とか言われるか。はい、役職に関しては、まあ、どうだろうね、うん。潜伏してもいいけど、潜伏するんだったら、色1周目からきっちり、少なくとも前の席の人の色を、人外だったら中身まで精査してほしい。強人目があるのか、ローなのか。ローはねえな。強人はねえな。っていう精査をしていただきたいですね。はい、どうぞ4番さん。4番のプレイヤーが発言します。3番さんめっちゃ面白い。ごめんね、嵐とか思って。いや、でも、そうですね。はい、村人陣営です。特に死因はなくて、3番さんはさっきの村でも2ターンで見つけるって言ってたんで、まあなんか、それが進行論っていう感じの人だと思います。特に色はついてないんですけど、霊媒師2人になったら基本めっちゃ神滅区とかじゃなければ、ローラーしたくてっていう感じですかね。で、占い師出たら精査で、でまあ騎士は出ない進行で、行く感じ、まあ普通の進行かなって思ってます。ですね。って感じです。じゃあ5番さん回します。5番のプレイヤーが発言します。どうなんでしょうこれ。3番わかりにくい言い方だなっていう。わかるようなわかんないような。テンプレ気味だし。4番そのなんかの進行論、盤面的な、なんか役とか盤面的な進行論当たってる？2周目だね。どっちも怪しい要素があるし、村な可能性もあるしって感じの人ですね。SG1 の村人は残して白露を釣りたいです。SG1 の狼を釣って、白い村人を残したいです。黒い人釣りたいですね。この頃役少し増えてますね。グレーはもうもちろんその人釣りたいんですけども、片白で狂人が役つかすとか噛まれないために、狼が
石を透かすとかがもう多発してるんで、もうそれがあったらもう村全体でもう条件付きで役透かした片城はもう釣ってもいいと俺は思いますね。以上。6番のプレイヤーが発言します。占い師使用します。7番産卵しろ誘ってます。7番産卵しろ誘ってます。そうですね、あのいつも思うんですけど、ヒロちゃんが SG1 の村人って話した瞬間に関心から贈り物来るんですよ。私それツボでしかないんですよ、いつも。いやまあこの村多分チャット禁止なんで藁も打たないように頑張ってるんですけど、はい、このゲームは最短で終わらせましょう。ニナはね、ニナは早く釣って終わらせたいんで、3はまず村置き、4は知らん、5も村置き。だからさっさと霊能師出てきて、太鼓とか、うん、霊能師の太鼓とか出てきてもらってもさ、あ、霊能師の太鼓は出てもいいや、どうせ狂人でしょ、どっちか。だから占い師も太鼓出てきていいよ、うち目線それ人外だから。うん、どのみち霊能師も占い師も太鼓出てもそれを釣ればいいだけだから。うん、だから普通に適当に太鼓出て、その方が早く終わらせるから、ニナはね。うん、ニナはで終わらせたいから早速出てきてほしい。7マックス今日ね。以上。7番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます、霊能です。うん、そうだな、6月に関しては、まあ、特に印象的には自分を狂気したのが若干気になったところぐらいかな。うん、まあでも、占って白先だったら、そういうふうな発言も出るかなとは思うんで、そこに関しては黒目では置かないかな。サンバさんに関しては自分印象良かったですね。うん、片白でも釣るっていう進行は十分いけるんじゃないかなと思う。そこでもし黒が出た場合って、芋づる式に狼陣営、ポンポンって抜ける場合も、確実にある場合があるんで、それはすごくいい進行だと自分は思いますけどね。うん、ただ5番さんが3番さんを印象悪いって言ったのが若干気になってるかな。もし、ここが人外だったらローローってしてみる。ライン切りっていうのも見えるのかなって一瞬思っちゃったっていうのはあります。4番さんに関しては2周目でいいかなと思ってる。うん、それぐらいかな。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営です。とりあえず、なんだろう。まあ、3番さんに関しては、別に片白から釣ってもいいんじゃないかなって私は思うけど、別に特に黒さがなかったり、この人もうめっちゃ黒いなって思ったら釣ってもいいと思うけど、うん、だからその先行は別にありかなって思ってます。で、4番さんはわかんないって言ってた。で、5番さん、まあね、2周目、4番さん2周目かな、発言があんまりなさすぎて、要素も何も拾えないかなって感じ。5番さんに関しては、うん、まあ、なんかよくわかんなかったんだけど、私は。その進行の仕方。まあ、3、4に関しては、3を怪しむ視点があったことが、ちょっと気になったかな。私視点はあんまり3は、その怪しい視点がわかんなかったから、だったらもうちょっと説明が欲しかったかな。6番さんに関しては、まあ、占い師ってことで、7にしろ白なんだけど、5と3を村置きしたってことで、5番さんと3番さんって結構意見違うし、そこを説明。9番のプレイヤーが発言します。あ、占い師です。ランダム1白、現状6番狂人で見てます。人狼1ね、4番、で3番はニナワ、6番も言ってたね、3、6、ニナワで終わらせるでしょ。じゃあ2人が当ててください。その1で、うん、ところ3、6ね、うん、4番俺も2縄で終わらせる。4人狼ね、まず1人。で、次に出た占い師が人狼。以上。6が狂人に見えることからね。以上です。1番のプレイヤーが発言します。うーわー、どっちも占い師新目ね。3番さんが2縄で終わらせるとか言ってるけど、4番すげえ取れ、もっと叩いていいと思うんだけど。うん、5番さん、うんと、3番さんの考え方は違う。でも6番さんは、3村、4知らん、5村って言ってるけど、絶対そんな占い師いる？じゃあ村の理由は何？で、4番知らんって何？っていうところ、理由ちゃんと言ってよ。絶対6番は偽だと思っている。8番が一番最初だわ。村目線で話してると思ってるよ、そこ突っ込んでるのは。で、9番がどこしろって言ったっけ？ 1？あ、俺しろか。だからといって9を信じてまだ見てないってこと。9番のに、偽を取って騎士とかそういうのに触れてなかったでしょ。大丈夫か、この村は。はい、じゃあ。2番
のプレイヤーが発言します。2番です。占い師でした。ランダムシロ4番さんに刺さりました。把握よろしくお願いします。もうエンド1なので、3番さんの位置で霊能と騎士、騎士はいいか、霊能さんだけ出てきてもらえたらと思ってます。9番さんが6番さんを狂人を騎したから9番さんが狂人、6番さん狼で視点を見てます。ただ1番さんの発言から91の狂人でね、9が狂人で囲われた様子はないかなって思ってます。6番さんが3号村を消した理由は、3号意見が違うのになんでって言った8番さんは結構目線が良かったかなって思ってるから、1番さんもその目線を良かったって言ってるから1はローじゃないと思ってる。 9が強靭で1で囲われてる可能性はないと思っております。現状3、4、5、2周目だけど分かんないな。よろしくお願いします。 ありがとう。3番のプレイヤーが発言します。2番さんに関しては7番さん霊能出てますけど、その把握もでいかがなものかと思いましたけど、4番はまあテンプレ言ってましたね。5番がテンプレって言ったのが僕に対して言ったのか、4番に対して言ったのでしょう。4番はテンプレっぽいって言ったかね。僕は全然テンプレじゃないこと言ってます。片白から釣る、もしくは片白から釣っても釣る進行を取るのかどうかをぜひを言ってくださいと。で、少なくとも、色落ちする村にしてほしくて、前任者、前席さんの人がね、陣外の中身まで行ってほしいってね、4番さんがん無視してますからね。どうだろうね。8番は白く見える。1番も8番に対しての精査が白く見えることから、4号どちらかがローだと思っていて、まあ、ローっぽいのは4番かなと思ってますね。4番ローだと思ってます。で、6番の視点っていうのがね、3号を白く見てるっていうのがね、どうだろうね。で、二縄で終わらせるときにはね、霊能がね、対抗出てきたら霊能、霊能中になっちゃうから二縄で終わんないんですよ、6番さんは。その視点がないのが、シーン上に、視点がっていうか、目線がバグってるのかどうか知らんけど、ロー釣りに行くんだったら2番だけどね。話を聞いて決めたいけど、現状は僕は2番から行きたいなと思って。6の新切り、まあ、教授に見えるのは9番も、納得いくかな。6にローはねえかなと思ってる。ローでいきなり出てくる。まあ、5、6、ローローでさ、N1 が6っていう場合もあるけど、今日は2番から行きたいですよ。4番のプレイヤーが発言します。まずね、占い師なんですけど、2番さん、まず霊媒師、白漏れと、あと、黒一で、私に白って言ってたはずなんだけど、3、4、5って、黒一わかんないって言ってたから、もう2番さん、ほぼ、てかもう人狼なんじゃないかなって思ってて、そう、で、9番さんはね、なんか、私がもう黒、みたいな感じで言ってたんですけど、1周目ってなんか黒を読み取れるとこなんてなかったと思うんですよ。私、本当に多分、最初だったから、なんか、進行論みたいなテンプレ話してたと思うから、そう、だからもう、急には、なんか、9は決めつけるの早いし、2はなんか、把握漏れだし、自分の白黒って言ってるし、だから、ここが偽なんじゃないかなって思ってるけど、6番さんには一応なんか、どこが黒いのか白いのか、理由っていうのを話してほしくて、2番はもう、人外で決め打ちできるレベルだとは思うけど、6、9、一応まだ見たいっていうところです。で、グレーに関してなんですけど、まあ、そうですね。8、1はなんか、同じく、まあ、そんなに黒いところっていうのがなくて、で、3番さんの話は、なんか、私、入ってこないんですよね。だからまあ、3、5で見てるけど、なんか、比較的、消去法で3号にもう一匹占いと以外でいいのかなって思っています。って感じですかね。今んとこ、で、これ占い師から行くんですよね。だったら私2から行きたいなって思ってます。ですかね。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。まあ、8、1、3、3、釣ればいいんじゃない？4番は正しいよ。片白釣るぐらいのもんでしょ。あとテンプレでしょ。しかも、わかりにくい。4番正しいよ。それを言ってんの。入ってこないでしょ。3番の話って。ポイントをまとめてないから。自分勝手自己中。そういう性格がもう滲み出てるから。4番は正しいよ。最初だよ。だから3、8、1を釣ればいいんだよ。3番釣ろう。
くれよ。もういいよ、3番で。うん。でね、俺と4番はもういいから、8と1と3の色を付けして。うん、それでいいから。8、1の色付けして、どっかに黒いっから。うん。例えば今日3番潰して、8と1の色見ればいいだっけ。以上っていう話。で、次の日から奇妙寺に入るけど、うん。占わなくていいです。無駄です。はい。黒、俺に黒出してください。どっちかというと。白って意味ないです。はい。それで俺がどう精査するの？うん。他の人の色がつかないと俺はもう精査できないですよ。うん。この中で無能ですからね。有能な人に色つけてください。うん。俺が最後に残ってね。精査するときね。わからないんでね。俺が白をついたところで。まあ、黒を打つかね。他の人に白を打って。うん。黒ってのは偽物がわかるから。そうですね。グレーで3番でいいですよ。うん。3番が素晴らしいって言ってる8、1の方がどうかしてますよ。4番が正しいですよ。女のテンプルでもう何言ってるかわかんないっていうのが正しいですよ。伝える気ゼロの、一周目でしたよ。以上。6番のプレイヤーが発言します。まず3番っていうのはあんなに2縄で終わらせるっつってグレーコースそんな長いんですか？あなた目線オオカミさ見つける気あるの2縄で終わらせるって。あなた目線そんなに疑ってたら2縄で終わんねえからっていうことでまず不合格ね。うん、5はもうスムラ。なんで5が4をスムラを消したのかわかんねえけど、2、4ロールはねえなと思った。4が2ぶったたいてっから。とりあえず2って。何？うちがレースラケネとして出てきたローなんですか？レノシ7番さん出てますよって。はい。ということで2番の出現ね。2はローでいいと思う。白ロ1。うん、ロー。なんで今日2って？そのうち9行って。新ロールはあんまりねえかなと思ってる。ラストウルフか。そうだなぁ。なんかさ、もう一回言うけど3やる気あんのって。2縄で終わらせる。2縄で終わらせる気持ちがあるんだったら、ここが黒、ここが黒、ラストウルフはここって早く提出してくんねって思った。うん。だから、そうだなぁ。新ローロじゃないと思ったら、9が1に囲うのか。占い値どうすっかなぁ。占い値なぁ。3か8かな。うん。いや、ちゃうな。3はスムラを削るわ。ってことで、4か8占うわ、うち。うん。まあ、うち噛まれたら噛まれた。うち新進行してな。か、まあ、どこも占いんねんけど、とりあえず今日2位って。うちの芯見抜けない人って村じゃないと思ってるから。うん。騎士は出てこなくていいかな。ニグチューブ目指して。うん、とりあえず霊能士守ってからのうち守りね。うち以外守ったやつ騎士じゃねえと思ってっから。とりあえず、4、8に騎士いるなら出てきて。以上。7番のプレイヤーが発言します。はい。お疲れ様です。そうですね。まあまあ、騎士は出なくていいと思います。うん。今日のところは4、8に騎士がいても出ないでくださいね。で、今日は2からいいんじゃないかな。2は明らかな出現ですよね。白先に対して黒白わからないって言ってんだから。うん。2周目っていう話っていうのもおかしいな話で、あなた自身、2番さん視点での白先なんですよね。占い値っていうのは。うん。そこを含めたところはもう完全に出現だと思ってます。今日は2釣りでいいんじゃないかな。で、明日6級の精査で、どっちが進化っていうのを見ていけばいいんじゃないかなと思ってるかな。現状では。うん。怪しい点か。3番さんの発言で怪しい点っていうのが、まあ、グレー長はあんまり触れなかった点くらいかな。けど、まだ、うん、今日はもう占い釣りなんで、そこら辺のラスト位置精査もやっていけると思う。うん、5番さんに関しては、1周目より2周目の方が白くは感じたかな。4番さんは相変わらず色落ちしていないというところですかね。うん。ただ、4が2を、もし相方でぶった切っているんであればっていうところは、あんまり追えないかなと思うんで、4は村置きでいいんじゃないかなと思う。この状態だったら。っていうところぐらいかなぁ。2が今日の時が、わけわかんなくなるかなっていうぐらいかな。以上。8番のプレイヤーが発言します。ね、そうだね。今日は2番さんから行きたいなって思ってる。2番さんって、2番さんが白出したら4番さんにも触れてるし、すごいなんか人外臭がするなって思ってる。2番さん強制はないと思うけどな。
狂人だった場合、まあ、スラ懸念で出てきた狂人ならあるかもしれないけど、狂人だった、まあ、あるか、難しいなって思ってる。そうしたら、釣られてきた狂人の発言にも、そうなったら捉えられちゃうしね。今日は2番さんからいきます。芯切れると思ってるから。で、そうだな、6番さんと9番さんに関してはまだ芯につきづらいかなって思ってる。かな。2の色見てからかなって感じかな。で、3番さんに関して 2周目も、まだその話をしてるのかなってちょっと思っちゃったかな。うん。とりあえずも、3番さんに関してはもっとグレー考察伸ばしてほしいかなって思っちゃった。あんまり3番さん目線のグレー落とす気ないのかなって思っちゃうから、3番さん狼でどっかにつながってんじゃないかなって、現状2につながってんじゃないかなって思っちゃった。で、4番さんと2番さんはつながんないかなって思ってて、で、3番さんって4が黒だと思う。で、2つるって言ってるなら、2、4ロールって見えてるのかなって思って、4番さんに関して、2番さんに4が初めに狼って言ってるからね。だったらその、もうちょっと考察落としてほしいな。4番さんって一番初めの週で全然発言落ちないから色落ちないって私も言ってるんだけど、それに関してなんで4がその狼だって思ったんだろうって、不思議すぎた、雑すぎると思う。3番さんはだから2、3ロールまたは2が白結果だった場合は6、9どっちかつながるんじゃないかなって。9番のプレイヤーが発言します。6、9どっちかつながる。3を陣が言ってみてんの、8番は。3はどの位置でも繋がる位置だと、ローだと思ってるってこと？意味がわからん。8番の考察。うまいね。6番の考察も意味がわからん。ちょっとママ6の考察、なんで俺までローラーするの？黒2匹釣るんじゃないの？2縄で終わらせる。2球釣った時点で2縄で終わりませんよってとこね。はい、2縄で終わらせますよ、自分がね。金占い師なんで。裸も。5A 自分に寄せてください。まず2、ロー、6、強。ラスールは、8かな。やだ。8だと思ってる。やだ。8で白だったら、もう。1番のプレイヤーが発言します。はい、2っていうね、盤面なんだけども、ここっていうのは進路位置なんだよね。うん。で、進路位置でもうほぼほぼ芯はないってことはローなんだよ。なんで、ローか、芯はないっていうかというと、まあみんなわかってると思うよ。4番に触れすぎね。うん。まあ6番っていうのは、適当にやってんだけど、もう芯目ないよね、6番も。適当にやんないでしょ、これ。でも6と2で比べたらやっぱ2の方が圧倒的に黒い。9番は知らん。とりあえず今日は2落とす。うん。で、リーの結果を7が見ればいいんじゃないってところ。うん。なんかみんな役持ってそうな感じでね。おかしいな。うん。まあいいや、今回2釣り。うん。2番。のプレイヤーが発言します。もう特に言い訳はしないし、出現もしてたし、霊能把握漏れしてたし、申し訳ないと思っております。いやー、もうこれは申し訳ないの一言に尽きるかな。7番さんに唯一ちょっと言いたかったのは、指定されたらラインが見えなくなってしまうってところかな。私が芯で出現している可能性をもうちょっと追ってもらいたかったってところかな。みんな目線芯が切れるのは、それは真っ当な意見。わかる。私もそれは反省してる。ただ、そうなった時に、私落として、まあ、全員多分私に来ると思うから、ラインが全然見えなくなっちゃうよってところかな。まあ、色結果見てもらったらわかると思うけど、本当に申し訳ないと思っております。グレー考察ね。やっぱ、6がロー、9が強にしか見えないんだよね。難しい。3が叩かれてる理由がよくわかんないんだけどさ、3ってさ、発言位置的に一番最初だからさ、
その3の発言で2、4ロールを追うのって、至極真っ当だったと私は思ってるから、3にヘイトが集まりすぎてるなってのが現状かな。で、逆に3にヘイトを向けてない人が怪しいと思っております。すんませんでした。申し訳ない。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番の遺言を発表してください。何も言うことができないんだけど、ローラーしてくださいとしかお願いができないかな。二陣外は釣れるし、一陣外釣れる。よろしくお願いいたします。二陣外釣れるし、グレーに一匹、もしくは二匹、よろしくお願いいたします。ごめんなさいとしか言いようがないよ、本当に。すまない。わかんないんだよ。ごめんね。死にますね。すませんでした。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番、3番のプレイヤーが発言します。はい。2黒だと思うんだけどね。2黒じゃなかったら9黒だと思う。うん。8番さんの殴りが不当だと思っていて、うん。僕ね、方法全員に触れてるんですよ。グレー考察が少ないと言われましたけど。うん。目立つ発言したのは5番ね。3番から2番と。うん、僕は色落ち、1番手として色落ちをする村にしたいなと思って、結構意識的に発言してますけど、それを汲み取るのは4番と5番ね。2が黒だと8黒だと思ってますけど、2が黒だと4白かなと思って。2白だと死んだろ、これ。貫に来た狂人か？2なのではなかったね。2黒。ニクロレイノ。いや、それは無理やろ、9番。それは無理だわ。どうしろっていう。じゃあ9番釣るしかないですよ。ただし、この場面になると、なんつかな。安定で9、黒出てますからね。で、PP 防止で9黒釣ろうっていう話になりますから、黒が出てる9番釣ろうってなりますから、となると6番が死んだんだよね。9番目線ね。いや、2縄で終わらんやんけ、これ。8番が6だと僕は思ってます。8番さん、そこどう思いますか？はい、どうぞ。4番のプレイヤーが発言します。2しろっていうことはどうなんですかね。占い死んだのかなって思ってて、今日行っていいと思うんですけど、なんか9、6は釣り切りたいなって思ってて、多分9、狂人なのかな。多分9は狂人で、どうなんだろう。人狼か狂人。まあ、6はもう、釣っていいと思います。なんか黒、人狼だと思うんで、釣ってもらって、で、なんかそうなると、あとグレーに関しては、3、5、8って残ってるけど、3番さんに関しては別に、言ってること意味わかんないけど、こういう人っていうふうに思ってるから、なんか、別に黒くはなくて、ってなると、5、8だと思ってて、5に関しては、なんか、
うん、4番は村置みたいなことしか言ってないから、正直他なんか意見言ってほしい、どこが黒いかっていうのを言ってほしくて、で8番さんなんか似て、なんか言ってること似てるけど本当読み取れないなって思ってて、グレーぶっちゃけ全然分かってないです、ですかね。だから7番さんの意見を聞きたいとは思ってるんですけど、私はどっちかっていうと号泣のどっちかじゃないかなって思ってます。あ、59じゃねえや、589はもう多分強靭。どっちなんだろう。そう。ってことで、今日は9いきます。9いきます。って感じです。以上です。5番のプレイヤーが発言します。6番のプレイヤーが発言します。あのさ、4目線なんでうちが狼になるのって思うんですけど、こんなん7狂人決まっとんやんけ。急進ね、7進切りする、結果張るの遅い。で、9っていうのは7の結果張りを見て張りに来てる、これしかないでしょ。急進進行7進切り、多分狂人だから1目線48だね。4っていうのは、2はあんなぶったたいてたけど、発言が黒すぎる。マジで謎。どういう思考持ってんのって思うし。占い値ミスったか。まあ、いっか。うち目線48かな。進路進路じゃなければ。絶対2黒でしかないから、空を懸念した。最初巨人かなと思ったけど、7の結果割りが遅すぎる、シオン君。あなた強人でしょ、絶対。急進進行するかな。だって6と9の審議っていうのはあまりついてない状況で、9がわざわざレースルする意味はないと思ってる。うん、まあ7級の精査にもよるけど、うちは4の8どっちかから詰めていいかなと思ってるけどね、普通に。霊能士から行くのなら7からね。何があっても7から。うん。あとは、騎士が問題なんだよなぁ。ヒロちゃんだったらこれきついけど、とりあえず打ち声して、何があっても打ち声ね。うん、レノシだったら7から行く。48だったら、あ、わかんない。48だったらどっちかに、レノシだから7から行こう。7。いや、4から。7番のプレイヤーが発言します。いや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 、6番さんそれ目線的におかしいですよ。西郎です。なんで、6級どっちかに狼と狂人がいるか、真狂がいるはずなんですよね。で、狂の場合っていうのは、どうなんだろう。6級で繋がってるっていう形になるんで、今の発言だったら納得なんですけど、真狼の場合で自分を疑うっていうのは6番さんちょっと軽率すぎかな。自分9番さんの張るのを待ってたんですけど、なかなか張らないんで、急進切りしました。たら霊能すらで自分釣りに来たんだなっていう感じなんで、今日9から言ってください。今日狼ですらしてる懸念っていうのは6番さん見えないんで、もしかしたらワンチャン6級ドローっていうのもあり得るんじゃないかな。妊娠で。うん。占い釣り切りが無難かなと思ってますっていうところですかね。ただ5番さんが寝てるのが、どうするかなって感じかな。今日は急釣りでお願いします。急進進行とかありえないんで。以上。8番のプレイヤーが発言します。
はい、2日目お願いします。私が言ったのって3番さんに一応アンサーしておくけど、私が言ったのは3番さんって1週目の発言しか4番さんに関して聞いてないのに、4番さんのどこがクレオスだったのかちゃんと聞きと、あくまちゃんありがとう、聞き取れなかったかなって、ちゃんとそこの精査が足りないなって言っただけで、他のグレー精査の話じゃなくて、その4番さんって1週しか聞いてないし、2番目の位置だし、全然色拾えないなって私落としてるの。でそれに関してじゃあ3番さんは私白いって置いてたじゃん、それって雑すぎじゃないだったら、私4拾えてないのに3は4黒いと思ったんでしょ。だからそこが結構矛盾してるんじゃないかなって発言だったんだけど、話聞いてないなって思った。てか7が真だったらもうピーピー負けしてないって思っちゃったんだけど、うん、2が強然でその位置で出るとは思わないし、だったら死んだったんじゃないかなって思うから難しいな。でも9番さん強然だと思ってて、9番さんがその占い師でその残るそこに居座るあれはなかったと思うから、9強で6オオカミだったらのかなって感じかな。だから6の相方がいるなら3で囲ったのかなって感じなんだけどな。村、負けてないこれ。なんで PP 宣言ないんだろうって感じなんだけど。宣言しないなら9に行きます。9番のプレイヤーが発言します。アホだ。マジこの角の。なんで俺霊能行くん。次7絶対噛まれるでしょ。俺が普通にスラする意味がない。俺2縄で終わらせるって言ってん。うん。7目線、2白なんでしょ。うん、じゃあもう PP だよ。村負けだよ。5番が寝てることから。うん、じゃあ俺強人だったら死をしてるし。うん、6新進行。4、5、8ね。7強人。俺霊能。で、多分騎士出てない時点で1が騎士。うん、だから、4釣って神なしだった場合、8釣ればもう絶対勝てるって盤面、うん。今日4行きます。4目線俺が強人で6がロー。って言ってんのに俺釣り？なんで？ 4 番意味がわからん。で4番って猛烈に2番をローで追ってたんじゃない？それなのになんで、え14っていつ？いきなし変わってるのってなる。うん、4目線6釣るんじゃない？俺の強靭が見えてんだったら。あれか、なのに俺釣りなんでしょ。釣るのがなくなる、うん、もう人外思考でしたね。あれ違うわ、10日じゃん。寝縄で終わらせます。4行ってください。うん、5番寝てることから2が白だった場合、これ PP で、強靭。1の強靭ない限り PP です。でも誰も使用しない。うん、2で黒が落ちてるから。あれ？そんなすぐ？それ場面わかるやん。はい、4。みんなは、4ね、以上。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。ワンナイです。で、私に入れてるのが9、6、8だから、まあ多分ここがやっぱ人外で終わりです。で、明日、今日もう一人噛まれて、なんだ。明日が、5人だから、で、多分、強靭、いやでも、強靭落ちてないよな。9、6、8だから、9番が強靭、うん、だと思います。3、8。3、8。これ、ちゃんと一本指定しとけばよかったなって思ってます。3番さん、8入れちゃったか。7、4、5、6、9。はい、お疲れ様でした。夜が更けました。人狼に気をつけてください。
夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。3番5番のプレイヤーが発言します。6番のプレイヤーが発言します。なんだかなんだかよくわからんけど、もうこれ負けたんじゃね、なんか足りない気がするな。我が何なんですか、かかしさんは。あなたは結局人外なんですが。へえ、どうしようかな、どこ入れようかな。7が死んだった場合、2しろ、4しろ。旧狂人だからな。これで死んだったらやばいよ。とりあえず、待って、なんかさ、どっちも破綻を着てね、視点破綻。何、Q が死んだった場合、まあ、マック強靭だとして誤爆して、8黒だとしたら、どこ黒いんの、もう一人。7目線2白でしょ ?4 白でしょ ?3 白。いや、ひよちゃん、これ絶対インムラじゃね、え、ちょ、待って、ごめん、どうなってっかわかんねえ。リア強いる、これ。どの道負けた気するヒロちゃんいない時点で。もうめんどくさいからさ。よろしいの？え、どういうこと？マジで意味わかんねえ。もう一回9行くわ。7番のプレイヤーが発言します。はい。自分目線では、96か98。9が8を囲いに来た。今日狼の線で追ってますけどね。うん、今日はどっちみち9が起点になるんで9から釣ってください。9狼です。っていうところぐらいかな。うん。あ、じゃあ96だ。自分目線では96しかないですもんね。あ、おがいるわ。子がいるんだから、お、狼の線も全然終えるんじゃないですか？うん。5、6、ロー。そっか。9、6で音は早いな。9、6で。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。今日は9に入れようかな。どっちにしろ。あれだよね、狂人が多分残ってるってことで9に入れます。9番のプレイヤーが発言します。6ポンコツだから言っとくわ。6目線5を寝ててなんで噛み合ってんのってこと。やり方分かりません。7、9は神経マックスね。霊能心境で見てる。で、5が寝てることから6番の目線で残ってんのって8番だけでしょ。だから8黒。2で黒。俺、心霊能ね。もうこれ負けだよ、でも。うん、7、狂人、8、ロー、2、ロー。うん、でも5番が投票しないことからこれ一生 PP ね。うん、勝てないと思ってる。
か5番が本当は起きてて、なんか神だけしてるか。いや、6年生わかるでしょ。なんで俺すらするん、なら噛まれるじゃん、普通に。ダビー。はい。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。私が悪人ですって？もう、わかりますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。村人陣営の勝利です。5番終わって